はい、皆様こんばんは。先ほど、一回撮ったんですけれど、ちょっとねやめようかなって思ったんですね。っていうのはなんかもう顔もねちょっとだらしないし、ちょっと体もまだだらしないんですよ。これを出していいのかっていう気になったんですけれど、だけどやった方がいいなってっていうのは、こう自分で何がいけないのかとかはっきり分かるんで、これは逆にいいかなと思ったんで、本当にお見苦しいと思いますけど、まあスキッとしてませんからね、あのもうねこう腰を振ったりするんですけど、ベリーを今からやるのでね、なんですけど、もうお尻がめっちゃ大きいです。まずここもダルダルで、もうあの本当にダイエットも兼ねてやろうと思っていますので、その辺は多めに見ていただいて、ください。うん、今日はあの本当にチャレンジ、本当チャレンジっていうか、自分が思ったことをやっぱり具現化していかないと前に進まないので、これはやっていこうっていうふうに思っています。で、話し方もそうですね、ちょっとなんていうかな、コーチングするときにね、やっぱりこう自分自身の甘さとかそういうのをちょっと排除していきたいなって感じがしています。では、これからね、まあでも楽しんでやっていきたいなって思ってますけどね。で、あれです、今日から、何回かに分けて、ステップ、基本ステップをやっていこうかなって思っています。はい、では、本当にシンプルに最初の基本中の基本をやりますね。やります。それではね、これ足まで映るといいんだけどなっていう感じなんですけど、足まで映れ、はい、いきます。で、狭いからね。では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 、まずですね、このキツネ手というか、これがベリーのそもそものこうキツネですね。これをこういうか、このぐらいの角度かな。で、あ、そうそう、私はそうですね、まあ若い頃ですけどね、19から21まで、そのメインダンサーとして、踊っておりました。うん、なのでちゃんと舞台でプロとして踊っていましたから、なんていうかな、自信を持ってやってみようと思います。それで、まあ、趣味、まあ、最初はね体も整ってませんので、趣味の領域なんですけれど、まあ、絞っていってその、まあ、コーチングしたりとか、その教える方ですね、それはできるんじゃないかなって、こう自分自身に背中を押す気持ちでやっていこうっていうふうに思っております。ですから、よろしくお願いします。では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 、これですね、まあ、こういうキツネ手でこうこのぐらいの角度かなでしていただいて、でベリーって本当に腰なんですね。この本当に古典的な踊りで、こう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 1 2 1 2 1、これでもだいぶねいい運動になるんですよ。非常にこういいですね、体の中心、ここに何ていうか、自律神経の束みたいなのありますからね。これでまずウォーミングアップの時もね、これはちょっとやっていくんですけれども、2 3 4 5 6 7 8で、これあれなんですよね、実は膝を動かしています。膝を動かすことによって腰が振れる。で、頭の位置を変えないっていうことも重要ですよね。1 2 3 4 5 6 7 8 1 2、回ります。3 4 5 6 7 8で逆に行きます。1 2 3 4
1、2、3、4、5、6、7、8、こんな感じですね。このステップが、基本になりますので、こう動かすときにね、なんだろう、軸、自分の体幹を気にしながらやっていただけるといいのかなっていうふうに思います。また反省点、さっき撮ったのが本当にダメでしょって思ったんで、本当ダメなのかもしれないんですけど、やっていきますので、よろしくお願いします。そうですね、いくつかステップ、いくつあるのかな、これイアナ先生という先生が YouTube を上げてらして、それを元にやっていきますので、一つ一つ、上げていきたいなっていうふうに思っています。お家にいらして、なかなかその外まで行って教室に入って、入会金払ってっていうのがね、億劫。まだそういうサークルに入ると、一番あれなのがね、あれですよね、人間関係とかそういうことでくじけたりしますから、お仕事でね、教室行ってたのであれですけど、そういうのはやっぱりあるんで、お家でね、気軽にできるような、そういう YouTube にしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。うわ、うわ、うわ。